はい、皆さんこんにちは、星の子です。今日はセリアの気になっていた収納アイテムをいくつか購入してきたので、私が見直したかった場所に活用していくという動画になっております。今すでに SNS でバズっている伸縮するタイプのケースなども活用しているので、ぜひ参考になれば嬉しいです。ぴったり収納にも注目です。またセリアの購入品だけじゃ物足りないかなと思ったので、本日の夜ご飯もおまけで撮影していきたいと思います。最後まで見ていてください。それでは早速スタート。まずは収納アイテムと関係ないものなんですけど、前髪に跡がつきにくい前髪クリップ。すごい色合いが可愛いと思って、こういうのね、シーンとかで買おうと思ってたんですよね。可愛い。続いてはウェットシートケース。サイズが縦 14.7cm、 横が 22cm、 マチが 5cm タイプのものです。前回ダイソーで買ったこのセスキ炭酸ソーダ配合の拭き掃除版のシート、こちらを入れたいと思います。そして蓋はワンプッシュウェットシートの蓋というのを買ったので、こちらを取り付けていきます。粘着力はそんなにある感じはしないですね。一枚一枚取りやすい設計になってます。取り外し穴が縦 3.2cm、 横 6.3cm 以上のウェットシート用蓋がぴったりです。リビング用と寝室用に2つ。これも収納とはあまり関係ないんですけど、朝ごはんのおかずを冷凍ストックしたいなと思ったので、小分けして冷凍できるパックを買いました。これメモリもついてるし、解凍加熱電子レンジが OK なので、離乳食の小分けなんかにもぴったり。続いてはクリアシンプルケースペンスタンド、 9.2cm×5.3cm×9.6cm。 こちらのケースはお茶出しセットとかを入れてる収納スペースがあるんですけど、ここに2つ並べたくて買いました。で、ここに何を入れるかというと、今までね、こういうトレーに入れてたシュガースティック、これすごく不便だったので、これをここに収納しようと思います。で、こっちにはガムシロップとかミルクを入れたいなと思います。こんな感じ。続いてがセリアで大好き収納シリーズなんですけど、中が見えるボックス、これを3つ。横が 13cm で、この幅が 7.3cm、 高さが 11cm タイプのものです。これもいろいろタイプがあるんですけど、今回はこの形。これのスクエアタイプのボックスが無印のファイルボックスにぴったり3つ入るっていうのが今バズってますよね。私はセリア同士でのぴったり収納をしたくて、こちらミニコンテナのホワイト、 28cm×16.7cm×高さが 12cm タイプのものです。角がカクッとしてて無駄のない設計になってます。で、ここに用途が書き込めるスペースもあったりします。このケースにこの中身が見えるケースが3つぴったり収まります。幅がもう見事にシンデレラフィット。このブレッドケースの中にはコーヒー、紅茶を入れてるんですけど、ここの収納を見にしていきたいと思います。味の素さんからこのプレミアムドリップっていうのをいただいて、じゅんさんがすごくハマってて、最近はこのコーヒーを飲んでいるんですけど、これをここに入れます。このドリップコーヒーが9個ぴったり収まります。私はね、この小川プレミアムブレンドのコーヒーも大好きで、あとは紅茶。この紅茶はこの蜂蜜紅茶にすごくハマっております。これにさらに蜂蜜を入れて寝る前なんかに飲むと質のいい眠りにつける気がします。これ今バラバラとこうケースに入れてただけだったんですけど、こちらに入れ替えます。あとこの辺もおすすめ、蜂蜜紅茶、黒糖ラテ、この子だけここに入れよう。この中にマグネットでくっつくタイプのコーヒーをドリップする際に使うフィルターがあるんですけど、これをしてもここにぴったり収まる。で、ここからちょっとアクションを減らしたい方はもったいないんですが、蓋を取ってもいいと思います。はい、続きましてもセリアの定番収納アイテムなんですけど、重ねられるクリアケース。これもサイズがいろいろあるんですけど、今回はこのディープっていうサイズを購入しました。こちらのケースは洗面台下の収納、ニトリだったかなで取り付けてる収納ケースなんですけど、このケースにこのディープサイズのクリアケースがぴったりなんですよ。なので使い勝手いいかなと思って買ってみました。さあどうかな。これスポンジと排水口蓋が一緒になっちゃってるんですよね。なのでこれを分けたいので、これをここに、ちょっと横幅が余裕があるので、お掃除シートを入れるのにもぴったり。これ重ねられるのが特徴なので、
ので使用頻度的に低いこのメラミンスポンジを下に収納しておいて、この上にこれを収納しようと思いました。ちなみにこのケース、無印の組み立て式のソフトケースがあるんですけど、これもね3つぴったり収まるんですよ。ぜひ参考にしてみてください。そしてこっちは今空なんですけど、何を入れたいかというと、コストコで買った気球、これをね収納するのに困っていたので、この中に収納していきたいと思います。でこのクリアケースを仕切り代わりに入れます。この2つ入れるのもねぴったりなんですよ。そして気球もぴったりという、あー気持ちいい。気持ちいいこんな感じでぴったりでございます。このね気球がやっぱいいですよね。なんだかんだ肩こりがひどいなって時は青いやつを使ったりとか、ちょっと肌がだらついてるなって時は湿疹とか肌荒れに効くシリーズを使ったりとか、ちょっと保湿したいなっていう時はピンク色のものを使ったりとか、腰痛が気になるなって時は緑使ったりとか、やっぱこれねすごくいいですよね。ということでぴったりです。続きましてはスライドケースロングホワイト、横幅が 8.5 センチで奥行きが5センチで、縦の長さがスライドすると変えられるんですけど、最長だと31センチ、最小だと23センチとなっております。こちらはパントリーの収納場所に使いたいなと思っていて、これ無印のファイルケースなんですけど、ここに調味料とか入れていて、でこの上のスペースがもったいないので、こういうラック、まあこういったもの100均セリコにあるので、こういったものをデッドスペースに取り付けて、賞味期限が切れそうですぐに使いたい調味料などをごちゃごちゃ入れてたんですけど、ちょっとそれを見直しまして、今ここがフリースペースになったので、ここにこちらを使っていきたいと思います。これも奥行きに合わせて幅を変えられるので、ちょっとだけ伸ばして使います。あとはぴったり、ここの角度とケースの角度が同じだからすごくしっくりきます。今回4つ買ってるので、それぞれ奥行きを合わせながら並べていきます。ぴったり、気持ちいい、最高。奥行きもねこう幅変えれるから無駄がないし、こうやって取り出せるのですごく便利です。でここにはディンアドデルカのソルト、本当にこれ大好きでよく使うんですけど、ストックがすでに3つあります。これをここに入れようかな。あと鰹節のストック、そしてサラダクラブシリーズよく買うんですけど、今はこの大豆とガーリックフライがあるので、ここに収納したいと思います。最後は SB のシーズニングシリーズのアヒージョ、これがアヒージョに使う以外にもパスタ作るときとかイタリアン系作るときに使うとね本格的な味になります。これは YouTube ショートで一度タイアップさせていただいてからハマっている調味料です。2人でございます。続いて伸縮収納トレーの M サイズ、これもなんか SNS で今ねバズってると思うんですけど、まあ私も気になったのでこちらを4つ買いました。ただちょっと私が見て気になったのは、こういう収納ケースって無駄がなければないほどデッドスペースなく収納ができるんですけど、伸縮性っていうこの機能性を持たせることによって出っ張りがあったりとか厚みが出てきてしまったりとか、きっとしょうがないんではあろう。しかしやっぱりちょっと気になっちゃいますね、こういう部分は。サイズは最小で21センチ、最長で33センチ。高さが8センチで、縦幅が9センチです。どうしても奥行きがぴったりなトレイが見つからないっていうスペースには調節できることによってぴったりに収まるので、もし収納に困ってるスペースがあれば試してみてください。こちらはですね、ウータンのおもちゃとか文房具などを収納しているニトリの棚があるんですけど、ここに使っていきたいと思います。最小だとちょっとデッドスペースが生まれてしまうんですけど、幅をこのケースに合わせてあげることで無駄なくこのケース内を仕切ることができます。このケースに対して奥行きがぴったりで、このように細長く仕切れるケースって100均に今までなかったので、こういうところに使うにはすごく便利ですね。どうしてもこの伸縮機能があることによってデッドスペースも生まれるかなっていうのはあるんですけど、まあその辺は許容範囲かな。ちょっと向きをテレコにした方が使いやすいかも。ここに学校に持ち出す時のエコバッグだったり、ブータン用のミニミニハンカチ、イヤホンだったり、こまごましたものを収納するのに便利かなと思います。とりあえずはこんな感じでいいかな。続いてこちらも新作の収納アイテムになります。ワゴンストッカーというアイテムで、 S サイズと M サイズ、 L サイズを購入しました。ワゴンの収納にぴったり収まるよというアイテムになっております。これすごく便利ですね。
で、私が好きなのはこの無駄のない設計もそうなんですけど、こういうソフトになっている収納ケースも私はすごく好きで、入れるものもそうだし、置く場所によってもソフトケースだと一段と使いやすくなるのですごく好きです。ソフトタイプ結構セリアにいろいろ豊富に売ってるのでチェックしてみてください。こちらはですね、ベッドサイドに置いている棚2つあるんですけれども、この引き出しの中、懐中電灯、ミニキャンドル、蒸気でアイマスクとかね、バラバラ入れていたんですけど、ここの収納スペースの中にこの L サイズ2つでももちろんぴったりなんですが、組み合わせができるので L サイズ1つと S サイズ2つ、こんな感じで組み合わせてぴったり収まることができまして、もう気持ちいい。SNS でこのワゴンストッカーを見た時に、なんとなくこの子たちぴったりなんじゃないと思ってサイズ調べたところぴったりだったので、もうそこを一番のお目当てとして買いに行ったんですけど、すごいシンデレラフィット。ちなみにこのベッドサイドの棚どこのですかって聞いていただけることが多いので概要欄に貼っておきます。で、ここに計測時間だったり大量の蒸気でアイマスク、あと替えの枕カバー、こちらに入れて、これも100均なんですけど、こういうので仕切って、この首から下げれるように自分で紐を取り付けた懐中電灯、ここに入れて、お掃除のシートもここに、はい、ぴったり。そしてもう一個の方にもメディキュットを入れてたりとか、未だにね、ウータンこれ大好きなんだけど、ドリームスイッチっていうディズニーの天井に映し出してみるやつ、こちらもワインストッカーで仕切ります。ケーブルもごちゃごちゃってなってたので、セリアで売っているケーブル用のファスナーテープ、はい、こうやってまとめるだけ。メディキュットとボディクリーム、ボディオイルもここに、こんな感じで収納したんですけど、このケースのちょっと気になるところを発見しちゃいまして、中側にですね突起があるので、これがあることで物がすっきり収納できないなっていうのは気になりました。はい、水ナスが今旬ですよね。水ナスは生でサラダでね食べたり、おひたしにしたり、ぬか漬けにしたりして食べるのが好きなんだけど、水ナスも買ったから、そんな旬のお野菜を使って、そして自家製の塩麹と醤油麹を使って調理していきたいと思います。で、こちらの自家製の醤油麹、もうね塩麹作るの簡単で、私が愛用している米麹は北米のものなんですけど、米麹に対して同じ量の醤油、今回は 150g の塩麹に150ml の醤油をつけて、毎日かき混ぜるってことをやって1週間発酵させて冷蔵保存して、まだ1週間ぐらいかな、3ヶ月以内に使い切れば OK。 で、今日胸肉使っていきます。ちょっと親知らず抜歯して3日目なんですけど、ちょっとあんまり喋ると痛い、ロキソニン飲めば全然大丈夫だけど、はい、胸肉を柔らかくいただくコツは何でしたっけ皆さん。完全私流ですが、ラップを敷いて綿棒叩きの技があるんですけど、これをささみとか胸肉はとりあえずちょっとこう叩かせていただいて、いっぱいね叩かない叩くで試したんですよ一回。叩いた方が断然食感が柔らかくて好きでしたね。ちょっと今回は私が和紙後なので一口サイズに切っていきます。ぶつ切りにこうしていくんじゃなくて、刺身を切るみたいに斜めに包丁を入れて切ってますね。唐揚げとかだったらねぶつ切りでいいんだけど。で、調理袋に入れたら 600g の鶏肉に対して醤油麹を大さじ 1.5 からに入れます。はい、こんな感じでちょっと時間を置いておきます。じゃーん、水ナスです。水ナスはね水分量が多いのでアクも少ないと言われていますが、一応アク抜きをしておきます。わー、美味しそう。では、こんな感じで両側は半分にして斜めに切っていく。はい、みょうがとね塩麹漬けしてるきゅうりを用意。ここに昆布茶、ちょっとごま油、ちょこっとだけ醤油入れよう。うん、美味しすぎます。これはイエーイ、水なしサラダ完成。美味しそう。おろし大根っていうのを買ったので、おろしておこう。
変わったお野菜とか見ると買っちゃいます。結構これをどうやって調理しようっていうところからレシピを調べるなり、新しい野菜をまた扱うことによってレパートリーが増えるので、なんかそういう風にして私は今までレパートリーを増やしたり、あ、こういう野菜ってこういう特徴があるんだとか、こういうお肉、お魚、こういう調味料と合うんだっていう発見になるので、気になった野菜があれば買ってみて調理するチャレンジをするのも料理のスキルっていうのも上がっていくかなって思います。で、あと結構私お野菜のこと調べたりするので、スーパーでポチポチしてる。結構それで野菜の知識が頭に入ってますね。うん、あ、めちゃ辛い。うん、とりあえずおろすか。大根おろしにはでんぷん分解する成分だったりとか、リパーゼっていう消化酵素が含まれているので、消化の働きを促してくれる効果が期待できます。なんか柚子ポンとかで下味つけとく。あー、めっちゃ辛い。私は好きだけど、じゅんくんはあんまり好まないかもしれないな。今日はしじみの味噌汁に伊勢志摩産の乾燥青さ、これをコストコでさ買ってて、青さ大好きなの。これを3袋入れます。細たけのこ、これは水煮なんですけど、北海道行った時にまだこうくるまれてる状態で焼いて塩を振って食べるみたいなことしたんだけど、ウータンがすごいドハマりしたんですよ。これもう水煮でもいいから食べたいって言ったので買ってみました。あとこれケールです。こういうさ、ハーブソルトとかでもいいし、マジックソルトとかね、こういうソルトでソテーするだけですごく美味しくなるから、こういうのあるといいですよね。今日はこのニンニクソルトを使っていこうかなと思います。熱いですけどね。で、塩振るとね、すぐにしんなりしてくれる。まあ、今回このニンニクソルトやったけど、ニンニクパウダーと塩だけで美味しいと思う。うん、なんと美味しいのでしょう。で、もう一回米油を敷いて、塩たっぷりで美味しいかな。マジックソルト振っとこう。今日は大皿スタイル。ああ、美味しそうだ。はい。美味しさすぎます。出たタケノコは？念願の細タケノコ。前のさ、北海道でさ、味付けしたさ、塩が美味しい。ああ、やっぱ、でもまあ、外で、それすごい辛いからね、大根おろし。これはお好み。これと一緒に食べてもいいし。いただき。美味しいよ。水なす？うん。鶏胸だけど柔らかくない？塩これ。